よし、じゃあ。えい。時計 MTG アートプリント開けていきます。何が出たら嬉しいですか？いや、何が、いや、アートプリントだからさ、選択肢多すぎて。あ、そう。エキスパンション決まってないから。いや、でもやっぱ赤なんだよね、基本的に。赤だから。ああ。まあ、ドラゴン系とかがテンション上がるよね、やっぱね。ああ。もしか、いや、でも、まあ、もしかは普通に知ってるカードのとか、思い入れあれば全然、なんでも嬉しいけど。知らないやつだと、リアクション取れないかもしれない。あおー、みたいな感じで。おー、みたいな。知らないカードの可能性の方が多いから。まあまあまあ。正直。知ってるカード。ダンボール。挟まっております。おぉ。でも1万円だから、普通に売ってる値段で言えば、まあ、2枚ぐらいだと思うんだよね。うん。入ってるとしたら。おぉ。たまたま開けたのが裏面だった。おぉ。あ、はい、はい、来たね、これ。画面内。ちょうど。さあ、なんでしょう。結構何枚なんだ、これ。あ、まあ、それ、でも2枚とかじゃないですか。2枚、1枚ではないっぽい。ちょっと厚み感じる。これ、このまま出せるか。裏向きの状態で。山だったけど。山。山。お？いっぱい入ってる。あ、2枚。え、いや、そう。めっちゃいっぱい入ってる。え、あ、本当だ。5枚ぐらい。しかも、なんか1個だけでかい。でかいの？じゃあ。1個だけでかい。ちょっとだけ。決定にします。でかいの最後にするか。そう。一番裏側にあったし。なんか大きいとやっぱ期待が。高まる。やべ、あ、今一瞬ちょっと見えかけた。危ない。じゃあ、一番下にあるやつからいくか。あ、そうっすね。手前になるんで。まず一枚目です。はい。置く場所がない。それ今、あれかい。これ、まず、横向きなのか、縦向きなのかもわかんないから。あえ、でもなんか横じゃないんですかね。いや、普通に考えてることよね。カードがだって、横なんだから。まあ、プレインズウォーカーはたまに縦かもしれないけど。基本横で。横でやってみます。横でやってとりあえず横でやって。上下逆だったりして。瞬間的に向けなきゃいけない。それじゃあ行きます。はい。はい。はい。お、縦じゃん。めっちゃいい武道弾じゃん。めっちゃいい。うわぁ。2本が武道弾じゃん。え ?1 枚目で武道弾すごい。しかもサインついてました。うわぁ、すごい。直筆ではないっぽいから。もうすごい。武道弾。普通に嬉しいな、これは。綺麗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 コスプレ。いや、いいね、武道弾。すごいな。もういいですね。縦の可能性が出てきたこと。まさかの縦だったっていう。いや、一発目これ。いや、でかいでかい。でかいね。一発目武道弾。いただきました。一発目そこまで上げていく。一発目から上げていく、こんな。続きまして。こちらです。お、なんか書いてある。なんか書いてある、なんか書いてある。なんか書いてある。本名じゃん。こちら、本名書かれてる。アーロン・ミラー。ミラー。アーロン・ミラー。アーロン・ミラーさん。あー。見たらわかるかも。何この外側に書いてんのか。紙に書いて。いや、でもなんか。紙じゃないですかね。横っぽいですよね、これ。でもなんか紙よりなんかビニールに書いてる感がある。誰かの取り置き分。でもさすがに本人のサインではない。普通に書きすぎてサインしてる。アーロン・ミラーさんの作品でドラゴンいるね、人。ワイパー、ドラゴンだね、ドラゴンいる。どれだいる赤でドラゴンいる。期待したいね。これ出たら熱い。じゃあ行きます。
作者ちげえだろ。フォホホック、まあ、逆に嬉しいかもしれないですね。逆に嬉しい。はい。あ、違った。こっちか。こっちだ。ゴブリンの。こっちが出たか。え、でもいいな、このイラスト。かっこいい、このかっこいい。かっこいい。これ何でしたっけ？あ、この人ね。この人のイラスト見る、見たことあるわ。なんか、カード名思い出せない。カード名はちょっと、俺も思い出せないけど。英語だからなんだ。あ、いいな、でも。包囲攻撃の司令官らしいですよ。包囲攻撃の司令官。まあ、確かに包囲攻撃してるかも。伝わってくる。これ絶対後ろのやつでゴブリン飛ばしてるでしょ。絶対飛ばしてるね。バニ出してるのはそういうことでしょ。そういうことだね。生贄に捧げて。MTG のゴブリンすぐ飛ばすから。すぐ飛ばしそうとする。命を何だと思う。でもあの、包囲攻撃って調べたらそれすに司令官。そんなに調べる。そんな。いや、でも、なかなかいい絵じゃないですか。いや、いい絵だね。絶対これもゴブリン飛ばされてる。飛ばされてる。2点与えてる。2点与えてる。すぐ飛ばすんだろう。なんで後ろに名前が書いてあったかはよくわかんないけど。忘れないよ。さんがわかりやすくするためなのか。なんか紹介した時のために。次こちらです。これは名前なし。ないです。さっきの感じだ。でも横縦、どっちも可能性があるっていうのは。どっちもあるから難しい。よし、じゃあ開けます。はい。はい。縦だ。お？ああ。これは？いや、あれね。これ多分カラデシュかな。カラデシュの、チャンドラ、チャンドラ。カラデシュのチャンドラ。すごい、馴染みが。カラデシュ自体はな、俺もあんまり育ってなかった。カルデシュのチャンドラと、まあ、ザ・赤ではあるね。そう。確かに赤を代表するカード。チャンドラね。後ろの背景がめっちゃカラデシュだ。まさかの今んとこ縦横縦できてるからね。じゃあ次横だ。この型に乗ってんのは何点だ。チャンドラいっぱいありすぎて検索しかない。チャンドラ多いよね。どれだ。カラデシュで調べた方が早いから。じゃあ後で。なんか、リストみたいなのないですね。ああ、そうだね。なんか入れといてほしいね。確かに。買うやつはわかるでしょってやつだし。あと手出すやつ。ノートバッタだけだから、ね。言わんでもわかるっしょ。わかるっしょ。次また謎になるのか。さあ、いきます。はい。はい。おぉ、これは知ってる。これ。いいね。マナー形成のヘルカイト。ヘルカイト。ヘルカイト。ああ、めっちゃ最近、シンクのちぎりだ。ああ。ちなみにマナー形成ってググリると、次の予測変形のヘルカイト。クリーチャーでない呪文を唱えるたび、飛行と速攻を持つ赤の XX ドラゴンイリュージョンクリーチャートークイッタイムセンスですね。あ、これ長く点数分のステータスになるんだ。X はその呪文を唱えるために支払ったマナの点数に1。ああ。ステップ追放。そ
うん、そこで。そこで。いや、いいな、でもやっぱ。アートプリントで見ると、イラストの良さが分かる。大きい絵で見るのはいい。下の、なんか、氷みたいなところですね。割り方が綺麗。綺麗。綺麗。反射してる感じのね。そう。うん。テルカイトがこう、反射して映ってる感じの感じ。いや、うまい。いや、わかるやつが出てきた。すげえ熱い。よかったよかった。誰かがわかるか。よかったよかった。こいつはだって見るもんね。やっぱスタンダードだからさ、やっぱ。いや、いよいよ、ラストですよ。ちょっと大きいやつ。もう大きいやつ。今までの系統。わかんない、もうわかんない、もうわかんない。ちょっと大きいやつ。なんだろう。なんでしょうね。いや予想しようがないしな。赤で、うん。今までの傾向から予想すると、ザ・赤みたいな感じで来てるんだよね。ドラゴンにゴブリンでしょ。そう。日本が武道団に行って。イカビアプリンズ黄金館のドラゴン。熱いね、黄金館のドラゴン熱いね。もうドラゴン学ここで行く前に。確かにな、二つもないか。山じゃん、やっぱ山。山か。なんかの、あれでしょ、でっかい山みたいな。山の特集。あ、いいな。あ、神川の、神川か、双剣山。稲妻とか。あ、逆に。あ、確かに赤の、あ、でも、武道団か。あ、そうか、そうか。武道団とかぶっちゃう。フォーク、フォーク。フォーク。あ、まあ、確かに被ってはいない。あの、コピー能力のカードだから被ってはいない。フォーク。今、開けてみますか。開けてみましょう。うん。すべては。そうちょっと開ければわかる。紙質がちょっと違うんだよね。やはり、特別枠。でも名前は書いてないですか、ね、今までのやつなんか結構あの、なんちゃザラメみたいな。中。ああ、ちょっと凹凸がある。凹凸のあるザラメの感じ。これツルツルかな。ツルツルの上質して感じ。ちょっと柔らかい。ちょっと薄い感じ。開けます。はい。ドン。おー、おー、サル。そっちか。サルが来た。これ見たことあるぞ。これこいつはガチで、あの、まあ、カードとしてはクソ高いから。こいつ、ね。しかも白枠なしのフルプリント。フルプリント。拡張アートだ、拡張アート。拡張アート。こいつか。なんだっけなんか次見たことあるじゃん、こいつ。いや、超有名だから。全部盗んだやつって考えるとね。そう。相当盗んだ。観光地の猿。めちゃくちゃ日本っぽいセンスがあるし。オイルだと2万円。いいっすね。いいね。いいっすね。満足度は。満足度あったわ。てか、まず想像以上に枚数が入ってたんですね。2枚とか言ってたら全然倍ぐらい。5枚も入ってたし。で、ちゃんとなんかあの、ドラゴンもいるし、ゴブリンもいるし、みたいなね。なんか、被らず全部入れてくれてるのが。ちょっと嬉しい、ね。MTG の人は、いい人たちだ。いい人たち。わかっている。わかっている。福袋というものを。みんな見習え。みんな見習え。誰に言ったの今。いやいやいや、まあ、いろいろいるんじゃないですかね。いろいろいる。いろいろいる。